はい、というわけでね、ブラジルの映画館、僕ね長くブラジルにいるけどブラジルの映画館に行ったことがないんですよ。で今日たまたまねショッピングセンターにチャムと来てるんで、今日はこの話題の映画フラッシュ、ザ・フラッシュか、これをね見てみたいと思います。これねヒーロー映画史上最高傑作とか言ってね歌われてて、ちょっとスタートダッシュには失敗したみたいな記事も見たんだけど、これをド迫力画面で鑑賞したいと思います。でね、ブラジルの映画館チケット売り場はこんな感じ。今ねチャムに並んでもらってるんですけど、チケット売り場はこんな感じで、本当はねインディ・ジョーンズ見たかったんですよ。ただ今日は6月30日に世界公開のインディ・ジョーンズ、今日はちょっと見れないっていうことで、それは非常に残念。ただ、まあ、フラッシュも楽しみに見たいと思います。今ねチケットを購入しているところでございます。今日はね月曜日だから普段より安いみたいで、2人で44レアルだから30円で計算しても1300円ぐらいですね。だから1人750円、いや嘘嘘、650円ですよ。それは安いんじゃない、日本と比べても。バレオビアド、とても優しいお兄さんだった。本当だね。はい、というわけでね早速突撃しましょう。はい、というわけでね映画館に入りました。おお、ガラガラですね。まだほらこれがスクリーンですね。というわけで楽しみましょう。バモス。はい、というわけでね見てきましたよ。いやねめちゃめちゃ面白かった。チャムとかね感動しちゃって涙ためてた。僕もちょっと泣いちゃったけど、で見どころとしてはね、スーパーガールの女の子、あの子は可愛かった。であのコスチュームやばいでしょ。あれはあれでねしこってる人結構いると思う、正直。うん、で初代のバットマン、マイケル・キートンが出てくるのがね非常に良かったね。もろ僕の世代なんで。というわけでこのザ・フラッシュすんげえ面白かった。はい、というわけでね締めは甘いケーキいただきましょう。こんな感じのケーキ。おー、ミガトルベーン。おー、ミガトルベーン。はい、というわけでねショッピングモールデートの締めはケーキってことです。このケーキこのペダストでね21レアルぐらい、結構いいお値段するけどめちゃめちゃうまそうです。バモス。はい、というわけでね甘さ控えめのこのケーキ美味しくいただきました。まあ、いつものしらす商店スタイルで一つのケーキ一杯のコーヒーを分け分けという感じなんですけど、この後結局ねコーヒーはもう一杯追加注文したんで全部で40リアルぐらいかかりました。まあ、都会のショッピングモールならではのお値段ということで、ブラジルもね都会だと日本と物価変わんないよっていうぐらいになってきてますね。はい、でね締めに最近の僕の失敗談をお話ししたいと思います。僕ね最近、海外ドラマでブラジルのね売春婦さんが主人公のドラマを見てるんですけども、そのドラマ結構激しいね性的描写多いんですけど、そのドラマをねスピーカーでガンガンに聞いてたらご近所さんに丸聞こえだったらしくて、ある日外を歩いてたら近所に住んでるおじいちゃんに呼び止められて、お前んち結構激しいなみたいな感じで言われてポンってしちゃった、そんな事件もありました。それ以来ねちゃんとイヤホンをつけて見ています。皆さんもこんな感じの失敗談やら恥ずかしいことあったらコメントに書いてみてくださいね。というわけでアテヤプロシモビジオ、チャオチャオ。